原子力打撃巡洋艦はアメリカ海軍が計画していた原子力ミサイルフリゲート内市ミサイル巡洋艦の艦級。アメリカ海軍は第二次世界大戦末期より全く新しい艦隊防空火力として艦隊空ミサイルの開発に着手していた。戦後もジェット機の発達に伴う軽空脅威の増大を受けて開発は拡大され、1956年には テリア、1959年にタロス、そして1962年にターターが艦隊配備された。これらはサンティと通称され、タロスはミサイル巡洋艦、テリアはミサイルフリゲート、そしてターターはミサイル駆逐艦に搭載されて広く配備された。また、軽空脅威の増大が続いていることを踏まえて、1958年からは、 早くも 3T の次の世代の防空システムとして、タイフォンシステムの開発を開始していたが、これは、要求性能の高さに対する技術水準の低さ、統合システムの開発への経験不足により難獣し、1963年にキャンセルされた。ただしその過程で開発された改良型の固体燃料ロケットは、テリアとターターの共通化を進めた発展型である。 スタンダードミサイルに引き継がれた。ォ本の挫折を受け、1963年11月より、先進水上ミサイルシステム計画が開始され、1969年には、イージュス計画と解消した。1967年のエーラート撃沈事件、1970年に、ソ連が行ったオケアン70演習を受けて、開発は加速され、百七十三年からは、 テストサイトでの地上試験、そして1975年には、試作機を、実験艦、ノートンサウンドに偽装しての養生試験が開始された。アザムズ計画当初、このシステムは、次期原子力ミサイル駆逐艦の後期建造艦から、搭載される予定であった。1970年に、海軍作戦部長に就任したズムールット大将は、これを修正し、 より小さく簡素なガスタービン式の駆逐艦に搭載することとしたが、1974年に海軍作戦部長がホロウェイ大将に交代すると、再び原子力艦への搭載へと修正された。この頃には DXGN 計画から発展したバージニア級がすでに建造に入っていた。同級は後期建て造艦でのアザムズ搭載を見込んで、 新設計の船体と高度に統合された戦闘システムを備えていたものの実際に開発されたイージスシステムは同級にそのまま搭載することは困難であったこのことからイージス搭載に適合化した原子力ミサイル駆逐艦として DG 計画が着手され1974年1月の時点では満載1708トンとなる予定であったしかし 同年7月、ホロウェイ大将は、この計画は、消極的すぎるとして中止させた。そして代わりに推進されたのが、本計画であり、概念設計は1975年5月に、完了した。c s g n マーク2の模型当初は、排水量の圧縮が重視されており、D2G 原子炉による、原子力ミサイルフリゲートの期間では30ノットの、 速力を確保できないものと見積もられていたが、1975年には排水量の増大を許容してでも、船体を延長して増波抵抗を低減するとともに、機関を強化して30ノットの速力を確保することとなった。これに伴い、船体規模は駆逐艦というよりは従来の巡洋艦に近いものとなっていった。この艦型の拡大もあって、 駆逐艦哨艦,艦隊や水陸両用作戦を指揮できる充実した機関設備が予定されていた。船体の延長に伴い、高端性を重視して原子力核はシフト配置とされた。また、船体の大型化により、戦闘指揮所など水用区画の一部は水栓下に配置されている。なお船体及びレーダーには装甲を施すこととなっていたが、これは 戦後のアメリカ水上戦闘艦としては初の措置であった。蒸気の経緯より主要な装備としてイージスシステムが搭載された。アン、スパイ -1 多機能レーダーの4面のパッシブフェーズドアレーアンテナは当初設計では前後の上部構造物に2面ずつ配される予定とされていた。 その後、アンテナ面の調整やケーブル長の短縮の観点から、一つの上部構造物に集中配置するように変更されたが、これは、艦艦上レイアウトの制約となった。SM-2MR 艦対空ミサイルのマーク26連装ミサイル発射機は、艦守備艦艦にダブルエンダーに配置された。また本級では、対地、対水上戦能力が重視されたことから、 関東55号径2 0 3ト、mm、ル砲とすると、共に、ハーブーン艦隊艦ミサイル及びトマホーク、巡航ミサイルの搭載も予定された。なお、艦砲の発砲時の噴煙とミサイル発射機との干渉を避けるとともに、艦視方向から接近する目標への社会を確保するため、一番砲はかなり艦視寄りに配された。艦載機としては、当初計画では、 ランプスヘリコプター2機が予定されていた。その後、海軍艦船技術センターのレオポルド技術部長により、ストブル軽空母としての機能を持たせた試案が作成された。この CSGN マーク2は、満載排水量24,648トン、全長を222.5メートルまで大型化し、アングルドデッキとして、 全通飛行艦班を備えてヘリコプター2機に加えて垂直離着陸機6機の搭載に対応した。ソビエト連邦海軍の1143型航空巡洋艦のアメリカ版といえる設計だったが、同級とは異なり、搭載機はハンガーデッキではなく大きな上部構造物内の格納庫に収容されることになっていた。CSGN は上気の通りに強力な戦闘艦とされたが、 当然のように、高コストの艦でもあった。このことから、ズムールと大将が検討させていたような、ガスター便式のミサイル駆逐艦の案が、復活することになり、CSGN8 隻と、在来動力型ミサイル駆逐艦16隻による、ハイローミックスが予定された。DDG は1977年度計画から、CSGN は1978年度計画からの、 建造が予定されていたが、議会は CSGN の建造を差し止める代わりに、ロングビーチを CSGN のプロトタイプとして改装するよう予算を振り替えた。しかし1977年1月17日、ホード政権は改修を中止させ、続くカーター政権は CSGN 計画の見直しを指示した。代わってバージニア級を発展させた。 CGN-42 の設計が着手されたものの、当初5隻が予定されていた、建造数は、1978年3月には1983年度計画の1隻のみに削減され、1981年2月には、その建造も中止された。一方、DDG の計画は、最終的にタイコンデロガ級、ミサイル巡洋艦として結実し、 1978年度より建造が開始された。ありがとうございます。